ジオが NGT の48のエッサコエッサレディオ初登場でした。割と早めに出演の出番が回ってきて嬉しかった。聞いたよーって聞いてくれましたか？チャーシュー美味しそう。わかる。いや、チャーシューマジで美味しかったですよ。なんか食レポをさせていただいたんです。食レポが久しぶりすぎてちょっとあんまうまくできてたかはちょっと微妙なんですけど、でもとりあえず美味しかったので食べれラジオで食レポできたのが嬉しかっためっちゃ楽しかったです。そう、ひのちゃんと角と3人だったんですけど、そうあんまりない組み合わせなのでどうなることかなって思ったけど、めちゃくちゃ息ぴったりで、めちゃくちゃ息ぴったりで、スタッフさんにも褒められたぐらい、めっちゃ息ぴったりって褒められたぐらい、すごく意外にもめちゃくちゃ息ぴったりな3人でした。ハートありがとうございます。そう、結構ね話に盛り上がっちゃって、すごい結構カットされた部分があったと思うんですけど、そう、まず一発目のタコ紹介っていう、それぞれお互いを紹介し合うコーナーで喋りすぎちゃってめっちゃ盛り上がったんですけど、まだ聞けてないって方はぜひ明日からオーディの方で全国どこでも聞けちゃうので、まだ聞いてない方はぜひそちらで、今日の放送よりももっとより深いっていうか、まあ、同じ収録ではあるけどノーカット版ということで、カットされたところも放送されると思うので、そっちも聞いてもらえたら嬉しいです。こんばんは。カドちゃん曰くでいろいろ直さなきゃいけない、ダメな例に。いや、そう、タコ紹介見ました、皆さん。はい、完全版、そう完全版ですね。タコ紹介がめちゃくちゃ盛り上がって楽しかった。ひのちゃんはさ、結構さすごい正直にちゃんと自分の思ってることをなんか遠慮とかせずにガツガツ言ってくれるから、そう、そこがすごいなんか話しやすいところなんですけど、結構ね、ひのちゃんがすごいストレートに「オタクなところがある」とか、無口だと思ったとか、そのひのちゃんのワードセンスがすごく私好きなんですよね。なんか面白くしようとしてるんじゃないのに、なんか笑っちゃうんですよ私、ひのちゃんのワードセンスに。多分メンバーみんなすごく多いと思う、ひのちゃんに対してなんか真面目な顔して話してるのになんか笑っちゃうみたいな。ひのちゃんのさ、歌声が綺麗なのはしてたけど、声が良すぎて、なんか本当に休憩中も話してたんですけど、ひのちゃんアナウンサーみたいに綺麗な声してて、しかも全然噛まないし聞き取りやすくて、なんかアナウンサーの方と一緒にやってる感じ
したんだよね、すごいしたんだよねめちゃくちゃいい声してるなと思って、ずっと収録中ずっと思ってた。めちゃくちゃ楽しかったな本当に。想像楽しかったし、楽しいと思ってたけど想像以上に楽しかった。アイスだ、アイス食べたい。絵には全く感じなかった、ね、ああはい多分噛んでなかったです。噛んでなかったと思うなら噛んでなかったです。皆さんには、はい、見えてる通りなので。そう、来週も放送、来週放送のエッサゴエサレディオも私とひのちゃんとかどちゃんの3人なので、例えばレニア歌唱力出ないの。そうですね、そう、すごいみんなに、すごいみんなファンの方にすごい聞いて、聞かれるし、すごいどうするのって聞かれるし、すごいいろんな意見があるんですけど、発表されててましたよね。でも一応私の中ではちょっともう決めていたんですけど、決断は出てたんですけど、すごいファンの方がすごい思って、自分が思ってた以上にすごい、どう、歌唱力に対してすごい私に出てほしいっていう気持ちがあったんだなっていうのを、すごいファンの方からのすごい温かいメールの返信とか見て思ったんですけど、でも私の中では今年は出ないって思ってて、去年3回目で、第3回目でそう、3度目の正直って思って、結構本気で、まあ、毎回本気だったんですけど頑張ってたんですけど、そう、個人的にはそう、去年の時点で最後にしようっていうのはすごい思ってて、そう、頑張り、まあ、終わった時は正直悔しいって、頑張りたいと思ったけど、でもそうなんですよ、だから今年もやるって聞いて、そう、でも今年は割と今まで出てなかったメンバーが出たりし、立候補してたんですけど、そう、意外ともっといると思ったけど、私的には少なかったなって感じなんですけど、そう、リカとかってびっくりした、ナナコも出るみたいで、まあでも出る出ないってなった時に迷ったんですけど、今年はちょっと立候補はちょっとしないかな。すごいパフォー、なんだろう、劇場のパフォーマンスとかですごい、レーニャの歌声好きってすごいって言っていただけるんですけど、でも私の中では、そう言っていただけるのもすごく嬉しいんですけど、やっぱ劇場で歌って踊って歌って踊るパフォーマンスと、歌だけで勝負するパフォーマンスって全然違うなってすごい気づいて、私は多分パフォーマンスをしながら歌うのが多分
き好きなのは、まあ、歌うことは好きだけど、そっちの方が合ってるなって、まあ、アイドルは歌って踊るでパフォーマンスするものだけど、そう歌だけっていうよりもパフォーマンスありきの歌唱だなってすごい自分で言うことじゃないんですけど、自分の中でそうちょっと気づい思ってて、そうだからそうだから、もちろん劇場公演とかそのパフォーマンス見て歌上手だねってパフォーマンスもいいねって、そういうたくさんみんなにそのパフォーマンスしてる姿を見せたいですし、もっとたくさんの方にその姿見てもらいたいって思うんですけど、なのでちょっと今年はちょっと悩んだ結果、歌唱力の方には参加しないっていう決断に至りました。そうすごい言ってもらえるんですよ、ファンの方にもたくさん言ってもらえるし、ファンの方ほんと周りの見てくれてる友達とか友達は全然いいんですけど、そう結構みんなたくさんの方にそう言ってもらえて、パフォーマンスしながらあんな歌えるのがすごいって、すごいたくさん特に山国始まってからなんですけどめっちゃ言ってもらえることが増えて、そこで結構なんか歌唱だけの得意なのとパフォーマンスしながら歌唱するっていうのは全然違うなって思ったんですよね。だから私の歌はステージでぜひパフォーマンスしてる姿を見て聞いていただきたいです。よろしくお願いします。そうちょっと言うのが遅れてしまって、そうどう伝えようと思ったんだけど、ちょっと今言っちゃった、いつ伝えようって思ってたけどなかなか言うタイミングがなくて、ねえねえねえちょっとめちゃくちゃ読みづらいコメントなんだけどさ、ちょっと言い過ぎ、レイニャは NGT の三浦大知さんだからってめっちゃおもろい、そのワードセンス、ワードセンスとかじゃないか、最高の褒め言葉ですね、ありがとうございます。でも全然違いますステージのれいちゃんが世界で一番大好きって、嬉しい、嬉しい、ほらみんなにも笑ってるじゃん、みんなが笑ってるよ、私もめっちゃおもろかったすごい分かりやすい例えだけど全然違います、全然違います、もうそこはすごすぎる、もうハートありがとうございます、尊いありがとう、ディスコーケース聞ければ嬉しい確かにね、確かに私はディスコーケースはねショールームで歌い続けるので、レニアの歌聞きたいなと思ったらショールームでディスコーケース聞きに来てください、一番気軽に聞ける場所ですねショールーム、
でもステージ劇場公演に来て直接見た方がもっと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  してもらえると思います。とりあえず8月はもう超えないのが辛いわ。いや辛いわ、私も辛いわ。それはそう、だってあると思ってたんだもん。いやまあここがあったと思うんだけど、なかったらしい。ちょっと私もよく分かってないんですけど、そうなんで分かんないんですないんです、後半公演が。トイロもそう、七子が忙しかったから、だから9月は逆にいっぱいできるんじゃないかなってちょっと期待してますけど、どうなんでしょうか。そうね、8月はでも意外とね、8月なんかずっと何かしらしてる気がする。公演はそんな回数多くなかったけど、ああそうだ、そっか、9月おしゃべり会と総取りもあるから、ああそっか、すごいね、もうスケジューラーですかみんなの方がちゃんと分かってる、予想してこの日にあるなって、この日はないだろうなって。確かにそれ考えたら多くはないのかもしれない、9月の劇場公演。でも嬉しい、楽しみ、総取り楽しみだし、楽しみね。でも それよりもまず私が知りたいのは、ビスイベビスイベ本当にもうめちゃくちゃみんなすごい、結構私前からそのもう2週間ぐらい前からかな、ちょっと意気込んでたんですけど、思ったよりもう時間が空いてしまって、みんなも多分いつ来るのかってすごいドキドキしてると思うんですけど、私のファンの方すごいめちゃくちゃ準備してくれて、もう2週間ぐらい経ったかな、やるって決めてから。ねえ、でもそうですね、考えてても変わらないので、もう来たらもう発表された、多分直前に発表されると思うので、来たらもう行くしかないですね、もう出だしから。気持ちの準備だけできてる、本当。いや私も大丈夫、私も大丈夫。すごいね、ファンの方のおかげですごい強気で入れてます。結構頑張ろうねってすごい言ってもらえるし、みんなすごい毎回星投げ練習してくれてるし、はいと一発酔ってるやついねえよなってことで、東京大臣間違えた、新潟政治会、酔ってるやついねえよなっていうことですよはい、とありがとうございます。
新潟政治界本当にやばい、なんダサすぎるネーミングセンス。うん、まあ、で東京卍会もなかなかだもんね。なんかもう今となってはめちゃくちゃかっこいいけど、最初聞いた時びっくりした。かっこいいな、マイキーとドラケン、かっこいいな。三ツ矢はもうルックスでも最強でしょう。みんなかっこいい。東京、あ、新潟政治会は本当仕事が一つしかないんですよ、やらなきゃいけないことが。私は毎朝バイク音で起こすっていう。新潟政治会やっと見始めた。おお、私も漫画の続きまだ読めてない、読まなきゃ。でもやらなきゃいけないことがたくさんある。じゃあ五条先生もらいますね。いや今日も街で見かけて、あ、五条先生だって、ヤッホーってやってきたんで。映画が楽しみすぎる。12月だっけ、絶対かっこいいよ。絶対なんか五条先生のかっこいいところが絶対見たいじゃないですか、ファンの方は。あの五条先生のファンの方は絶対かっこよく見せに来てくれると思うんですよね。もう楽しみすぎる、戦闘のシーンが。漫画の続き見たい。いやーかっこいいんだよな本当に。アニメってハマると本当にダメだよね。でも溜まってるな、見れてない最近。花束ありがとう。あ、新しい日暮らしも見てない。見たい見たい。フルーツバスケットも見たいし、私昔のフルーツバスケットしか見たことない。私今まで人生の中で一番初めてテレビを見て泣いた、テレビが画面を見て泣いた作品がフルーツバスケットなんですよ。小学生の頃かな、ママがめっちゃ好きで見てて、私も一緒に見てたんですけど、私あんまりテレビ見て泣くタイプじゃなくて、ママがもう泣いてるのを見て、なんでそんな感情移入できるのみたいな、泣きすぎみたいな、ちょっと引いてたんですよ。だけどフルーツバスケット見て、私初めて小学生ぐらいの時に涙出てきて、やばい涙出てるって、いつもママにあんなこと言ってたのにって思って、その時ママと一緒に見てて、いつもあんだけ泣いてるママをバカにしてたのに、自分が泣いてるのバレたくなくて、めっちゃ隠れて泣いたんですよね。こたつに多分潜ってて、かちょっと顔こうかけて泣いたのめっちゃ覚えてる。泣いてるのバレたくなくて、それが初めて何か作品を見て泣いた時でした。泣いた作品です、フルーツバスケット。あれめっちゃ泣けるよね。新しくなったやつも見たいと思ってさ、全然見てないんだよ。今の日暮らしはさとかがマジやばい。私のことめちゃくちゃ可愛いやん。いやマジで可愛いよ。
てママに隠れて泣いてたんだよ。しかもテレビの画面作何かのアニメを見て、恥ずかしかったんですよ。泣い感情移入して泣いちゃってるのが感動で。クマだ、ありがクマありがとう、かわいいもありがとうございます。かわいい話、めっちゃんっぽいエピソードあーあと3分、早っ。30分、30分って本当早いんだよな。お腹空いてきちゃった。お腹空いた。でも今食べたらもう明日の朝ブックブク、あっという間だね。だるままありがとう。シンデレラ配信でした。ラジオもショールームあっという間ね。ほんとあっという間。ショールームもあのラジオも聞いてくださった方ありがとうございました。ラジオ本当にあのめちゃくちゃいい組み合わせだったので、まだ聞いてない方絶対明日聞いてください。オーディオで、オーディで。はい、私はちょっともう24時になったら家あの帰らなければいけないので、お姉さまたちが待ってるので仕事をしなければ拾っといてください。多分落としていく予定なんで。あ、スクショタイムしますね。じゃあ、あと2分ぐらい。寝る、そろそろもう1ヶ月経つから。見せとこ。まつげが上がってるのが本当に嬉しい。ビューラーも何もしてない。はい。OK。ということで、もうすぐ時間が来てくれ、来ちゃいます。あと1分、あと30秒ぐらいだ。やばい、早く帰らなきゃ。走って帰ります。ガラスの靴は頼んだ。今から落とすんで私。いやでももう落とさなきゃ間に合わんか。誰か拾っといてください。お願いします。ということで皆さんありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様です。一日バイバーイ。おやすみ。お疲れにゃ。あと何秒ぐらいだ。